天皇様に国王様、公爵様に男爵様、貴族に騎士の皆々様、世界の謎と不思議を映した瞳、魅惑の音色を聞いた耳、驚愕と興奮を感じた鼻を持つ私の語りをお聞きください。この話は皆様を私の知った世界の疑問と真理に近づけるために役立つでしょう。子供の頃、生まれの地であるコルチュラ島での一番の楽しみは、父親の旅先での体験談に聞き入ることでした。5つの感覚を揺さぶられるような面白い街や偉大な建築物、不思議な植物の数々が私の想像を刺激し、空想を膨らませてくれました。闇を照らし、雲を貫き、夢の世界へと導いてくれたのです。賢明なるギリシャやローマの時代からすでにアドリア海には壮大な建築物や砦、神殿などが建っており、その時代の歴史を東、西にかかわらず語ってきました。クロアチア人が来るよりもずっと昔からこの場所には巨大な王国が広がっていたのです。ギリシャとローマの建物がクロアチアのキリスト教関係の建物と並び、深い歴史を物語っております。その時代の人々や国王たち、法律、または文字の歴史を今に伝えているのです。クロアチアの王がニンという町で冠を受ける儀式をしていたという事実が石に刻まれています。グラゴリツァ文字、クロアチア人の編み出した文字であり、独特の文化の象徴でもある。
好きな人はその感覚が中毒になる。一度感じてしまうと後戻りができなくなってしまうのだ。まるでこの感覚が体の一部と化してしまい、次の大地や大陸、そして世界に着くまで要求が満たされることはない。この要求を抑えようとすれば、心と体が分離してしまうだろう。世界を歩いてきて思ったのは、今まで見、聞き、感じてきたことを私の母国クロアチアや育ってきたダルマチア地方、または出身地コルチュラ島と比べてみたいということだった。その富や建物や街並みや人々や緑の自然に青いアドリア海などと、旅の道中、奇想天外なことばかりを見てきた。その時ふと気がついたのは、世界の国々が私に驚きを見せてくれたように、私の母国も他の人々に同じ感覚を与えるのだろうかということだった。彼らにもこの国で奏でられる音色が心に届くのだろうか。また風は肌の奥まで染みるのだろうか。
どことなく知っている感覚が蘇ってくる。見るものすべてに圧倒される。そういったものを垣間見た後、人生の意味を見出すことができた。これまで得た経験は私の心を限りなく豊かにさせてくれた。どんな宝にも代え難いほどに。母国を回って私が新しく知ったこととは、世界にあるものすべてがここにもあるという事実だった。嬉しかった。これだけは知っておいていただきたい。新天地を見つけるためには、自分自身に敷いた限界を超えて海の向こうへ出る以外にない。